皆様ごきげんようゆうべです。はい、ということで今回はマクドナルドと機動戦士ガンダムのキャラクターシャアがコラボということで、たくさんコラボメニューを買ってきたのでそちらを紹介していきたいと思います。それではスタート。見てください、じゃじゃーん、買ってきました。今回のコラボは3種類ぐらいバーガーがあったのでそれを買ってきました。いやー、マックをたくさん買える幸せ、ハッピーです。このコラボは6月22日から始まっているんですけども、シャア専用マクドナルドということで、今回ねガンダムの中でもシャアとコラボということで、 CM とかでもシャアがねハンバーガーの CM をしてるんですけど、またねこのシャアコラボっていうところが個人的には熱くて、結構どっちかっていうとシャアの方が好きだから結構ね熱い気持ちになってます。で CM もすごく嬉しいので、なんか YouTube とかでも見られるのでぜひ皆さん見てほしいんですけど、今回のコラボは商品もシャアとかけたような商品になってます。まず一つ目はこちらです。じゃじゃん、マックフィズレッドエナジー味でございます。このカップもシャア専用ザクとこのズゴックの絵柄があります。ズゴックがお家に来ました。かわいい、ズゴックってさかわいいよね、私かわいいと思うんだよね。だこれにアイスが乗ったフロートタイプのものもありました。じゃあ早速レッドエナジーからいただきます。おー、なんだこれ、なんか前にシン・ウルトラマンかなんかとコラボしてた時になんかこういう赤いドリンクがあったのね。そのなんかちょっとベリーっぽい味とエナジー的な要素がちょっと入ってる味がします。まあ、結構嫌いじゃないかも私。でもなんかコラボカフェで飲む味がする。まあ美味しいです。次バーガー、イエーイ。いやーかわいい、これはかわいいわ。今回のフードハンバーガー4種類絵柄があるわ。で今ねサイト見てて気づいたんですけど、朝マック限定のソーセージマフィンもパッケージがねガンダム仕様になってるらしいです。今回朝マックで買ってきてないのでちょっとソーセージマフィンは除く3種類を紹介していきたいと思います。はい、まず1つ目、じゃーん、はい、こちらは体縁でございます。こちらのパッケージにはシャア専用ザクが書かれています。実はですね、シャア専用ザクって私が中学生ぐらいの時に初めて作ったガンプラが実はシャア専用ザクでした。セブンイレブンで売ってたね、プラモデルを買ったんだけど、それがね実はシャア専用ザクなの。だからなんかちょっとね思い入れがある機体でございます。これは体縁ということで、通常の縁ではなくチーズもスパイシーなチーズで、ちょっと辛いハラペーニョをサンドした美味しそうなダブチになってます。パッケージが可愛くてちょっと開けるの正直ちょっともったいない気がする。次こちらで、じゃじゃらー、赤いガーリック照り焼き。こちらはシャア専用ゲルブグが書いてあるパッケージになってます。わいい、これも可愛いですね。だから全体的にシャアが乗ってる機体がさちゃんとピックアップされてるのがね結構ね嬉しいポイントなんですけど、バンズも赤くて照り焼きソースのちょっと和風なハンバーガーになってます。すごいね、なんか期間限定のオリジナルなメニューもできたりとか、すごくない？結構ねこのコラボね感動してるんだよね。次こちらです、じゃじゃーん、キャーン、ニュータイプ白いトリチでございます。こちらはジオングが書かれています。ニュータイプ白いトリチということでキュキュンって感じのバーガーなんですけど、通常のトリプルチーズバーガーのチーズがなんとホワイトチェダーチーズになっているバージョンで白いトリチっていうことなんで、絶対美味しいと思う。なんかもう全部美味しそう。では早速食べていきたいと思います。で食べる前にコラボでシャア専用マクドナルドのこんなねことができて、ガンダム100キャラ診断っていうことでパッケージをカメラで読み込むと機動戦士ガンダムのキャラクター診断をしてくるらしいです。先にそれをやっていきたいと思います。やり方なんですけどこんな感じでバーガーをカメラで押さえるらしいです。おお、あすごい、あやばい、動いた、ええすごい、ちょっと待って、すごい、何これ、えすごい、えかわいい、びっくりした。夏休みの宿題は最終日まで溜め込む、計画的に仕上げる、最終日まで溜め込む
落とし物を拾った忘れ物センターに届ける、周囲の人に声かける、忘れ物センターに届ける、バッグの名前は中身は常に必要最低限、常に最低限。さあ行きます、行きます。あマチルダさんだ。こんな感じでちょっと診断ができるので、ぜひ皆さんも買ってみてやってみてください。では早速ちょっとどんな感じのバーガーか、いざ実食していきたいと思います。ではいただきます。ということで、じゃじゃーん、カラダムチです。見てほら、チーズがね赤いんですよ。美味しそう。早速食べたいと思います。美味しそう、まあ、ピクルスもいっぱい入ってね、美味しそう。なんかさ、子供の時ピクルス食べられなかったのに、大人になったら食べられるようになりました。たまらん。まあ、ダブルチーズバーガーということで、まあ、チーズが2倍で最高なんだけど、これはこのちょっと辛いピリ辛なチーズがすごくアクセントになってたまらん。ハラペーニョみたいなのが入ってるんだけど、ハラペーニョが結構入ってて、この辛さがたまりません。辛いもの好きとしてはこの辛さがすごくたまらん。え、ハラペーニョってこんな美味しいんだ。うん、うん、うん。これはお酒に合いますね。ビールと一杯クイッとちょっとねしたい感じのバーガーです。白い土日、続いてこちら、じゃじゃん、白い土日でございます。白い土日ということで、トリプルチーズバーガーなんです。まずトリプルチーズバーガーなので、分厚さがすごくない？チーズがね、ホワイトチェダーチーズになってて、こんな感じの白いチーズが入ってます。今まであんまね、トリプルチーズバーガーって頼んだことがなかったから、なんかちょっとね感動してる。わ、トリプルチーズバーガーってやばいな、なんか最高みたいな、最高みたいな見た目してるね。ではいただきます。これはチーズがちょっとやっぱりコクがあるチーズを使ってるので、通常のチーズバーガーよりもちょっとワンランク上っていう感じの味わいでございます。トリプルチーズバーガーの良さに気づいてしまったかもしれない。肉を食べてるって感じ、お肉を食べてますって感じがたまらん、たまらんです。うまい。今日のこの企画、マックいっぱい食べられてめちゃくちゃ幸せ。最後にいただくのがこちら、じゃじゃーん、赤いガーリック照り焼きでございます。なんかお野菜がめちゃくちゃ入ってる。私照り焼き系のバーガーってあんま食べたことないのね。お野菜が結構入ってるんですね。つまりこれはかなりヘルシー、通常のバンズと比べてもわかるように、赤いバンズです。しかもこのちょっとごまのバンズっていうね、ちょっといいね。ではいただきます。めっちゃすごいわ、本当に赤いわ。照り焼きソースって私すごい甘い香りのイメージ、なんか甘じょっぱいイメージがあったんだけど、これガーリックがすごく効いてて個人的には食べやすいです。うん、やっぱガーリックがねちょっとワンポイントなのよ。それが美味しい、照り焼きかーみたいな感じになってたんだけど、美味しいね。でね、野菜が入ってるからね、やっぱ個人的にはヘルシーでねいいんじゃないかなと思います。残りは後で夜ご飯としてゆっくり食べたいと思います。いやー、食べた、美味しかった。コラボ系は日本はやんないのかなと思ったんだけど、今回ねシャー専用マクドナルドということで、シャーとコラボということで結構ね嬉しかったです。ということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいなと思ったらチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それでは皆さんご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。